今日僕が JB プレスに載せた記事が意外に話題になってましてですね、そこでは去年の日本の死亡数、全ての原因による死者の数が一昨年に比べて2万人減ったということを紹介、統計を紹介したんですね。で、これは別に今分かったことではなくて、もう去年の10月頃に、大体こんなもんだろうということは分かってたわけですけども、厚生労働省が去年の末に、2020年の確定の数字を、12月までの数字を出さなかったんですね。そのために、正確に何万人減ったかということははっきりしないんだけれども、おととしの数字から推定すると、おととしは大体138万人亡くなってたんですけども、去年は136万人に2万人減った。それから毎年大体2万人ぐらいずつ増えてましたので、去年は死亡数が140万人に乗るんじゃないかと言われたわけですけども、それが逆にこう減ってですね、136万人に屈折して減ってしまったと。この20年ぐらい、この10年以上で初めてなんですね。で、なぜそういうことが起こったのかということをいろいろ専門家に聞いてみたんですけども、コロナの死者は去年の12月までに大体4000人ぐらい出てるわけですね。で、それに対して全体の死者が2万人減ったということは、差し引き1万6000人ぐらい他の原因で死んでるはずですね。で、そのじゃあ1万6000人、つまりコロナが増えた分、他の死因でその4倍ぐらい死んだ、死者が減ったわけで、差し引き、2万人減ったということになってるわけですけども、計算すると、要するにトータルで2万、ちょっとさっきも計算間違えました。コロナが4000人ぐらい増えて、全体で2万人減ったということは、他の原因で2万4000人減ってるということですね。じゃあその2万4000人の内訳はどうなってるんだろうかと。これもまだ統計が確定しないのではっきりしないんですが、去年9月までの死因を見てみますと、ちょっとこれが図をご覧いただければ分かるんですけども、一番多いのが左側の肺炎なんですね。これが2019年の9月までの統計では7万1000人いたんですけども、それが2020年の同じ時期には6万人ぐらいに減ってると。つまり大体2割ぐらい減ってるんですね。で、それに対して一番右端が、これはまだ当時分類されてないんですけども、コロナの死者で、これは19年はゼロですから1500人、2020年に増えたわけですね。で、コロナの死者が1500人増えて、肺炎だけで1万人以上減ってるわけです。で、他の呼吸器系疾患、これは感染性のものもそうじゃないものも含むんですね。ここで書いてある誤嚥性肺炎っていうのは、飲み込む時に、それをに失敗して亡くなる、肺炎で、これは全く感染はしないわけですけども、そういう、こう感染性でない肺炎も全部含めると、呼吸器系疾患だけで1万5000人減ってるんですね。で、コロナが1500人増えてると。つまりもう呼吸系疾患の中だけで見ても、コロナは全体の1割ぐらいしかないわけ。つまりコロナはね、その新しい病気だから大騒ぎしてるし、世界的に見ると超過死亡が200万人ぐらい出たと言われてるんで、世界的には深刻な問題なんですけども、日本では実は呼吸系疾患の中の1割ぐらいの問題なわけですよ。で、その1割が増えた分、他の病気が大きく減ってるわけですね。で、この他の病気が減った原因は何かと、この感染性じゃない病院、例えば誤嚥性肺炎なんかちょっと増えてるわけで、感染性の肺炎が1万人以上減ってるわけですね。2割ぐらい減ってるわけで、これは何かと考えると、大体この半年ぐらいの間で1万人ぐらい、肺炎で亡くなる方が減ってるということは、一番考えられることは肺炎球菌のような感染するその病原体ですね、細菌とかウイルスとか、そういうものが
コロナの感染症対策で呼吸系の患者さんをこう厳密にこうなんて言いますかね、シールドして、でその感染を防いだということを考えられるわけですね。で2月頃からコロナが騒がれるようになって、病院がねそういう厳密なこうシールドの体制を取りましたよね。そうするとコロナを防ぐ効果だけではなくて、呼吸系疾患全部防ぐ効果があるわけですね。したがってコロナはちょっと増えたけど、他のもっとメジャーな呼吸系疾患、特に肺炎のような年間10万人ぐらい亡くなってる疾患が大きく減ったわけで、このこう他の呼吸系疾患が大きく減った結果がコロナの死者を打ち消して余りあると、それがトータルで2万人減ったという結果になっているわけですね。これは超過死亡っていう平年のペースに比べてどれぐらい減ったかっていう計算をすると4万人ぐらい減ってる可能性がある。その計算はまだ厚労省が確定の数字出さないんではっきりしませんけど、まあ少なくとも死亡数は確実に2万人減ってると。平年のペースに比べると3万人から4万人減ってるわけ。つまり日本は去年1年間のコロナ対策で超過死亡をゼロにするどころかマイナスにしたわけですよね。こんな国は先進国他にはないわけです。G7 にはもちろんないし、アジアの中でも、まあ、台湾がおそらくこれに近いと言われてますけれども、要するに大きなねその大国の中でこんなにその超過死亡が3万人とか4万人とかマイナスになったという国はないわけです。だからもう緊急事態宣言どころかね、日本はもう大成功を収めたと。その超過死亡ゼロという、普通なら他の先進国はみんなその超過死亡ゼロを目指してワクチンとかなんかやってるわけですね。今大量にワクチン打って、で彼らが日本ぐらい、つまり超過死亡ゼロぐらいになったらこれは大成功だって言って、まあ、もうコロナのロックダウンとか全部やめると思うんですけど、日本は実はもう他の G7 諸国が目標としてる水準を超過達成してるわけです。だからもう緊急事態宣言どころかですね、菅政権は日本は G7 諸国の中で真っ先に超過死亡マイナスという偉業を達成したんだというふうに勝利宣言して、もう緊急事態宣言は早々にやめるべきだと思います。